はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、プラネットクラフターね、今回もやっていきたいと思います。ですね、現在ね、こんな感じになっててですね、前回ね、ロケットをね、打ち込みまくって酸素がかなりブーストできたと、いうことでね、こちらです。ツリースプレッダーのね、ティア2が、アンロックされました。はい、やりましたね。ということで、今回ね、これをね、早速ね、もう設置してきたので、そのご紹介がてらね、ちょっといろいろとやっていきたいと思います。よしよしよし、じゃあ早速ね、行きましょうか。こちらですね。はいはい、もう見えてきました、見えてきましたよと。こんな感じなんですね、これ。ツリースプレッダーティア2ですね。これでかいですね、これね。もうロケットみたい。ティア1とはね、大違い。で、こう中にね、こう入ってる。こっちはね、リニフォリアっていうのが入ってて、で、リニフォリアだとね、こういう木が生えてきますね、これね。これどうもね、この木がね、2本と、これですね、このなんかこう赤っぽいやつね。これと、このなんか木の実みたいなね、これがワンセットみたいな感じですね。どうもね、セットがね。それが、こう、いくつも、こう、できてるみたいな感じ。木2本と、これと、これですよね。もうね、景観がかなり変わりますよね、これで。このあたりなんかね、ちょっとすごい気に入ってるんですけど、これね。どうですか？すごいですよね。それからね、こっちですね。こっちは、ここはね、3本ね、こいつをですね、エレジーでね、立ててあるんですけれども、ちょっとここは試しにですね、設置の間隔をね、かなり狭めてみたら、こんな風にね、相当こう密集したような感じになっております。はい、これ全部ね、同じエレジーなんですけども、こうですね。ちょっとこう上から見てみようかな。はい、こんな感じ、こんな感じ。ね。この木はね、どうですかね。アクセントとしてはいいかもしれないけど、なんとなくね、向こうの木の方が、この今のね、このバイオームというか、この土地になんか合ってるかなって個人的には思うんですけどね。ただこれもね、この岩のね、この向こうの奥に見えてるね、雰囲気とは合ってるかなということでね。すごいですよね。もうほんと森みたいになってくる。だん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 ね。こんな感じなんですよ。ティア1の、ちょっと向こうの方に戻りましょうかね。ティア1のですね、ツリースプレッダーは、水面に置いてどうのこうのっていうのだったと思うんですけども、こっちの木はね、これですね、まあ、背丈がそんなに高くはないかなっていうところですね。これは、リニフォリアですね。これね、こっちが、セルネオ、セルネアか。セルネアってやつですね。木の種類によってね、雰囲気全然違うなっていう。これが、これリニフォリアか。ですね。ほら。なんか背丈がね、違いますよね。で、向こうにね、立てた、ほら。これが、ここ二つですね。これ、かなりね、ちょっと、しょんぼりしてるって感じですけどね。これ、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 これ。これがね、同じ木ですよ。さっき向こうに置いてきたやつとね。これですね。エレジーですね。それから、ここが混ざってるけども、これはですね、これですね。イテラかな？イテラ。これですね。これ、これ、これ、イテラ、イテラ。これもほんと森みたい。あ、やばい。酸素やばい。酸素やばいー。まだね、そういえばこのデータでね、一回も死んでないから、危ない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 。よし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 。だから、これね、ツリースプレッダーって、これ1だと酸素920。で、2が1950ということなんですよね。ということで、現状ね、バイオドームのティア2が最強だったんだけど、1450でね、今自分の、環境ではね、これが最強になりましたね、酸素に関してはね。ですね、バイオマスも149。バイオマスが全然違うな。ですね、酸素のやつは今一番これが強いということになりましたね。まあだから当然ね、これね、もうね、
雰囲気的にはこれティア1よりティア2の方がまあこう雰囲気がね出るからいいんだけども、こっちですね、なんですけど、このティア2のね、ツリースプレッダーのちょっと懸念点を一つね、挙げるとするならば、これね、材料にね、ゼオライトがいるんですよね。うん。で、ゼオライトが今のところですね、まあ自分の環境下では有限なんですよね。無限じゃないんですよ。ちょっと拠点に戻ってね、そこしっかり見てみましょうかね。ですね、ちょっともう一回詳しく見ていくんですけども、これね、ツリースプレッダーの材料が、超合金、バクテリアサンプル、木の樹皮、肥料のティア2ゼオライトですよね。肥料のティア2は、こんな感じ。ね。で、メタンカートリッジ無限でしょ？で、藻類無限でしょ？カボチャも栽培できる。で、肥料が、のティア1が、硫黄とナスですよね。藻類とね。で、硫黄は、抽出器で取れます。ナスも栽培してます。だから、肥料に関しては、まあ、心配ないと。まあ、いくらでも作れますよですよね。うん。で、超合金も、抽出器で取れます。バクテリアサンプル。バクテリアサンプルも大丈夫。ね、水と藻類だから、これも無限。で、木の樹皮も、バイオドームのティアスで取れるということで、このね、ゼオライトですよね。うん。ゼオライトだけが、今んとこなんかその探しに行ってね、取ってくるっていうしかできないから、だからそうなるとね、在庫のある分だけしかダメってことなんですよ。で、さっきね、もうお見せした、ティア2のね、あの、ツリースプレッダーの方で使っちゃって、あとね、もうこんだけしかないんですよね。そう。でね、これの数が、まあ、そうだな。あ、そうそう。ちなみにね、マニピュレーターね、ここにあったやつを、こっちに移動してね、もう3台にしました。こう、バン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 作れるようにってことでね。うん。こんな風にしてあります。そうなんですよ。だからね、あんまりね、数ね、ちょっと置けないなっていうね。で、ゼオライトがね、他に使い道が実はあって、これなんですよ。パルサークォーツですよね。パルサークォーツ。これは、この核融合発電機でね、使いたいなと思ってたやつなんですけども、これにね、必要なんですよ、ゼオライトがね。で、オスミウとミウとウラニウムとイリジウムは、この3つはね、あの、鉱石抽出器で取れるから、うん、もう問題ない。だけど、ここでもゼオライトと。いうことでね、ゼオライト問題が出てきたという話なんですね。さて、電力なんですが、まあ、さっきね、核融合発電機という話も出たんですけども、今ね、現在ね、かなり余裕がある状況になってます。核融合発電機は、まあ、2機しか置いてないんですが、この原子炉のティア2をね、たくさん作りました。うん。で、以前まではですね、ここにね、置いてたものがあったと思うんですけども、これをね、全部、ちょっと見に行きましょうかね。はい、もう向こうに見えますね。ここがね、なんかまたうまい具合に、ちょっと湖みたいにこうなってきたので、ここですね。ここにね、こんな感じで、ちょっとこの上から見ましょうか。よいしょ。はい。こんな風にね、ちょっと湖の上に足場を組んで、ここへね、全部集約しました。今ね、13台だったはず。2、4、ロー、ハート、ですよね。と、これですね、核融合発電機を2機ですね。うん。本当はね、これがね、1835だから強いから、これをガンガン立てたいんだけども、さっきの話ね、パルサークォーツ、つまりは、ゼオライトっていうことで、これをね、台数増やすのちょっと今危険かなっていう感じ。だから、こっちですね。うん、原子炉のティア2。これだったらですね、ウラニウムも、爆発性火薬も、超合金もね、すべてね、まあ、無限に作れるものなので、だから現実問題ね、この原子炉のティア2を、まあ、たくさん稼働して電力作った方が、まあ、いいかなっていうところですね。なので、まあ、ここにこんな風にしてあります。まあ、ゆくゆくはね、どんどんここ拡張しようかなっていう予定です。よし、じゃあね、まあ、これできましたってなっちゃってるんで、せっかくだからね、一個ね、作りましょうかね。材料持ってきたんでね。ここがなんかちょっと間が空いちゃってるから、この辺りに置いてみましょうか。もうかなり近いな。ここで行きましょうかね。ここね。ちょっと重なっちゃうけど。いや、どうしようかな。悩ましいな。まあいいか、ここにしましょうかね。
ちょっと近いけどな。じゃあいきますね。これをポチッと置きます。こんな感じね。はい。で、この中にね、忘れずに、今回ね、これ入れてみたいと思います。よいしょ、こうですね。いやー、立派だなー。さあ、ちょっと様子を見ていきたいんですが、変化はあるでしょうか。さあ、見た感じ。あ、これだ。来た。これですね、これですね。これでワンセットだ。このなんか丸い葉っぱがね、2つと、このもやもやっとしたやつが3つか。のセットかな？うん。これでワンセットっぽいですね。ですね。他には？あったあったあった。ここですね。ほら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 。同じだ。ちょっと見えるかな？ほら。ですね。丸2つと、この、なんかシャープのね、葉っぱが3つみたいな感じですね。うん、あ、ここにもありますね。そう、なんかね、どうも見た感じ、こういう風なんですよ。セットがこう決まってて、このセットが、こう、ニョキニョキと生えてるみたいな。序盤でも言ったと思うんですけど、これだったら、このね、でかい木2本と、この赤いのと、これみたいな、そういうセットになってますね。おー、来た来た来た。ニョキニョキ生えてきてる。すごいな。いやー、これ、ね、こうなんか辺り一面をね、こう木で埋め尽くそうと思うと、このツリースプレッダーをね、大量に置きたいんだけど、じゃあゼオライトどうしようかなって話になっちゃうってことですね。うん。ちょっと暗くなっちゃったな。よし、ちょっと一旦戻ってね、時間経つの待ちましょうかね。じゃあね、待ってる間ね、あれなんで、このね、原子炉のティア2をね、増やしましょうか。これ行きましょうかね。これを、じゃあ、まあ、3台ね、作ろうかなっていうことでね。ウラニウムのロッドがね、今大量にあるんですね。っていうのは、ウラニウムのね、洞窟で、もうたくさん取れてるからね。で、これもね、たくさん作ってあるので、OK でしょ？これで大丈夫かな？さあ、ちょっと見ていきましょうか。なんだかんだ、はいはいはい、これだ、これだ、これだ。さっきより随分伸び、ほら。わかるかな？ほら、ニョキニョキ伸びてる。ほらほら、ぐん、ぐん、ぐんってなってますよね。こういう風ね、これね、やっぱあれかな、違う種類のものをちょっと若干こう混ぜながらやった方が、なんとなく雰囲気はいいかもね。向こうの方ね、これちょっと試しにここは全部同じのにしたんですけど、3つとも。うん。この木はね、ちょっと砂漠っぽいとこに置いた方が映えるかなっていう気もしてきたな。よしよし、こっちの続きやっちゃおう。あと2台置きましょうかね。これですね。この判定がね、よし、まあ適当に、あんまりちょっと綺麗にならないですけど、こう置いて、いやー、ちょっとこれもったいないな。もうちょっとね、冷たいんだ、向こうに。このね、この足場の上のね、この物判定がちょっと癖があるんですよね、うん、ダメか、ここしかダメか、ここか、しょうがないですね。あともう1台はここ行けそう。あ、ここ行けますね。よし、ちょっとまあバランス悪いけど、うん、ごちゃごちゃしてますけどね。はいはいはい、まあこんな風ですね。まあなんならね、あとね、あれですね、ヒーターとかも、今ヒーターね、6台しか確かなかったから、ヒーターもね、あっち移動していいかもしれないな。うん、そう。このヒーターとか、あとこのドリルのティア4とかね、ガンガン増やしたいんで、だからね、電力をね、なるべくちょっと確保しとこうかなと。今2台置いたから、ちょっと見ましょうかね、一応ね。どうなったかと。もう2900ですね。16台。3台置いたか。ですね。3台置いて16台で5300。うん。かなりいいですね。こっちのね、使用してる方を見ると、鉱石の抽出器のティア2がやっぱかなりね、消費が激しいですね。まあ今22台。そんなに置いたんだ。22台置いてますね。うん。さあ、雨降ってきてしまいましたが、そうなんですね。だからね、あとね、ゼオライトなんだよな。
ゼオライトちょっと見に行きますか。いや、いいね、これね。まだでも、多分成長しきってないから、もうちょっと待ってからですね。いや、雨が激しいな。ちょっとゼオライト見に行こう。うん。なんだかんだね、こういう風にね、なんか探索してる途中で、見つけたたんびにね、撮ってたんで、あ、こういうね、花が咲いてるんですよ、これ道中に。オレマ、これ、ああ、これ取れますよね、これね。うん。そうそうそう。こういう風にね、花が咲いてて。そう。で、大体ね、こういうとこに結構あったんですよ。この辺りにね。例えば、ないかな。もう取っちゃったかな。これは超合金のとこですよね。これそうですね。超合金のとこだ。この辺りね、結構ありましたよね。と言ってる時に限ってないっていう。あー、もうね、これこっちあれなんですよ。ほら。これ何でしたっけね、これ。なんか岩の壁。いや、違うな。なんか、違うバイオームですよね。うん。これなー、これ下行くとなー。あー、そこにも花がある。どうすかね、これ、ここもしっかり探索しなきゃいけないな。こっちの方は？ここは何もなさそうだな。あれ？これなんかずっと平らになってますね。何もなさそう。ああ、まあこの天井部分ってことか。あ、そこにも何かある。ああ、宇宙船ありますね。むむむむむむむ。この探索もじゃあ、ちょっとやりましょうかね。時間取ってね、またね、今度。ここは広いけど何もない。何もないですね。ああ、で、そこがあれか。前見たとこですね。ちょっとじゃあ、向こう行ってみるか。あ、こんなとこにクレートがある。ほう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 、いただきます。これちょっとじゃあ。よし、取ったやつはね、消していかないと分かんなくなっちゃうからね。酸素がまずいから、一旦ここで酸素の補給をしてと。よしよし、これももらっていくか。あ、ここにたくさんあった。これもらってこ、もらってこ。これ取り忘れてましたね、そういえばね。よしよし、こんなとこでいいかな。これもらってこ。ちょっともうちょっと先行ってみようかな、こっちの方ね。前、ちらっとこっちの方行ったときに、あ、こっちか。ゼオライト1個ありましたよね。うん。なんか綺麗なね、緑が豊かなところがあって。いや、これクレートとかも、なんかこういうね、ちょっと見えないとこにポコンとあったりしないだろうか。っていう風な話ですよね。で、そのクレートの中にね、入ってたら、ゼオライト入ってたらラッキーみたいな。あ、そうそう、このエリア、このエリア。このエリアもね、これ何なんだろう。ここね、なんでここだけ。あ、あったあったあった、よしよしよし。おお、ここにバルじゃねえか。まあ、これだけでいいや。あ、ちょっと待って、肥料はもらっていこう。ゼオライトありましたね。よし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 。オッケー、こういうのですね。こういうの、こういうの。ねえ、このエリア、なんか不思議なエリアだな。すごい綺麗なんですよね。水の色がね、あ、そこにもある。あーっと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 。このエリア、ゼオライト、あるじゃないか。うん。あー、そこにもあった。やったやったやった。ゼオライト祭りだ。よし。お、クレート発見。ロケットエンジン。ナイスー。あ、まずいな。もう手持ちいっぱいになっちゃうな。これね、前も言ったんですけどね。なんか拠点とか作るには雰囲気がいいところ。ただ別に、特別何かね、その珍しい鉱石がどうのとか、そういう感じではないからな。あれ？
あれゼオライトか？あった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 。ゼオライトエリアって感じでいいかもね。いやー、ちょっと待って、荷物がいっぱいになっちゃう。酸素。一回戻るか。ちょっと荷物ね、置いてからもう一回来ましょうかね。よーし、戻ってきた。装備整えてね。ですね、ちょっと待ってくださいよ。これはね、このボックスは、これ確か前見たような気がする。ですね。これ取ってないだけだな。これちょっといいや。真ん中、ここが真ん中かな。ここにね、ちょっと酸素のあれも含めてということで、これ持ってきました。これ置いちゃって、で、こうしとこう。ここでね、酸素をこうね、こう確保してということにしましょうか。よし。で、ゼオライト探しだ。行こう行こう行こう。確かこの辺りだったような。あ、あったあったあった。ありましたね。ゼオライトちょっと。これ、なんか怪しくないですかこれ。あ、ほら、こんなとこにクレートが。まあまあ、まあまあですね。ゴールデンではなかったな。こういうね、なんかこういうとこ怪しいよな。これなんかないんだろうか、洞窟ここにもね。ただ、もし洞窟があったとしても何洞窟かだよな。こっちの方も行ってみるか。ああ、ありましたね。いいね、いいね、いいね。ゼオライトを探せ。ここは、この上ですね。これさっきのとこか。さあ、だいぶ上の方、あ、ありました、ありました。上の方にね、上がってきたんだけども、ありますね。おお。これはね、あ、そこにもあった。あ、めちゃくちゃあるじゃん、ここ、このエリア。そしてクレートも発見。来た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 。微妙だな。微妙だけど、まあ一応ね、見たよということで、こういうね、際とかね。その上の方も怪しいな。これはもうダメか。ここも OK？ いや、結構まだ奥があるな。こっちも、これも洞窟ではない。わー、でもなんかこれ変わった形してる。ここはね、さっき見たとこですね。いや、意外と広いな、このエリア。あ、こんなとこにもクレートがあるじゃないか。おわ、ロケットエンジン。これはありがたい。よし。で、ゼオライトまた発見と。あれ？これ、クレート祭りじゃん。すごいな、これ。ちょっともう持てないな。ゼオライトは取っていこう。やば、これ一回の探索で見切れない？めっちゃ広い、めっちゃ広い。いやー、ちょっともうそろそろ戻らないと酸素がまずそうだな。あー、ゼオライトあった。取れるか、もう一個取れる。これ取っちゃおう。めっちゃ集まった。よしよしよし。あのドームまで戻れば酸素があるから。間に合うかな？間に合うかな？間に合うな。いいねー。危ない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 。OK。おお、2、4、6、7個手に入りましたね。これってね、このドームの中ってこれ置けたかな？あ、ダメか。ティア2のドームの中は置けないのか。ちょっと待って、これこっちならどう？ダメですね。はーい、残念。ダメだ、置けない。よいしょ、こんな感じで、今ね、ちょっと暗くてあれなんですけどね、土台を置くとね、この、こいつが置けるからね、とりあえずこうしとこうかな。で、ちょっと一旦この辺り逃がして、水がこんなたくさんあった。水ちょっとここ置いときますか。これもちょっと一旦逃がして、まあ、いや、なんならもう全部置いちゃうか。もう全部置いちゃおう。これとこれだけ持って、水飲んで、よしよしよし。これでね、ちょっともう一回見に行こう。あの上の方ですね。
あ、ありましたね、ありましたね、ありましたね。よし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 。オッケー。この高さはもういいだろうか？そうですね。で、これが一番高いところで、こうですね。もうこれはもう、大丈夫。ちょっとこれ、この向こうどうなってんだろう。これいけるかな？あー、やばい、変なとこまた入り込んだ。まずい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 。あ、何もない。何もない何もない。ちょっと待って、しかも酸素まずいから、これやめとこう。戻る戻る。いけるか？あ、まずいな。酸素タンク持ってないな。え、ちょっと待って、これはこの、あー、やばい。これはまずいな。これ相当まずいな。やばいやばい。初の死亡か？あー、超合金降ってきた、しかも。間に合うかな？いや、もう暗い暗い暗い。うおー、間に合わなかった。え、間に合った？なんか今間に合ったかな。うわ、すごい色になってる、また。うわ、早っ。ヒューバーンってね。これこうしてみるとすごいな、眩しい。めちゃくちゃだ。いや、でもね、こういうとこで、あの、超合金のこの隕石来た方が拾いやすいですね。拠点の周りだとね、もう木が生えたり草が生えたりして、とはいえね、これ揺れてるから取れない。うん、なんかこっちの方がね、いいかも。こういう開けたところのがね、こう分かりやすい。ほら、あー、ブル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 。この中に落ちてない。あ、あっち、あるあるある。あー、ブル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 。ね。そうか。でも、そういう手もありますね、これね。こういうね、ちょっと開けた場所で、ここね。ほらほら、お、めっちゃいいじゃん。すぐに消えちゃうからな。ほらほらほら。あー、この作戦いいかも。よしよし、ちょっとここはここでね、なんか新たな、こういう可能性感じますね。よし、ちょっとアルミは置いてって、鉄もちょっと置いてって、ゼオライトだけ持って帰ろうかな。ですね。よし。よし、じゃあもう戻ろっかな。あ、そうだ、戻るついでに、あれですね、超合金のね、抽出器も様子見ていこうかな。まあ、持てないですけどね。あれ？ちょっと待って。え？ナンパ船開くって出てきた。あ、これ、え？これコンテナがあるの？わお。あ、持てないですか？ああ、でもこれパルサークオーツは、ちょっとこれもらってこう。パルサークオーツ、あ、これ、食事して、やばい、酸素がない。酸素、ああ、まずいまずいまずい。またか、またか、またか。こっちだ、こっちの方が近い。さっきどういうあれだったんだろう、扱いだったの。死んじゃったのかな、さっき。これまた同じじゃない、これ。ヒュー、暗くなるでしょ、暗くなる暗くなる。ドクン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 。あ、これ間に合った、これ間に合ったっぽいな。今の間に合いましたよね、多分ね。よし、ふう。そうそう、これ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 、開くと出たね。パルサークオーツとこれだけでいいか。うん。まあ、またちょっとね、これは後日回収するとしますね。よし、戻ろう戻ろう。いやー、ゼオライトね。うん。なんだかんだいっぱい見つけれましたね。ただね、有限ならあれなんだよな。もう、その、取っちゃったらそれっきりですからね。あ、いいね。相変わらず、ガンガンやってくれてますね。よしよしよし。戻るか。はい。というわけでございましてね。うわー、すごいですよ、これ。見てください。これ、しっかり生えましたね。うん。今回ね、この3スプレッダーのね、ティア2ということで、これやってみたんですけどもね。
もうかなり雰囲気出てきましたよ。これどうです？今まではね、こんな風だったのかね。こうですよ。こっちエリアだけにちょっと今にあったんですけどね。うん。だんだんなんか森みたいになってきた。すごいな。途中でも言ったんだけどね、これ種類の違う木をね、混ぜた方が雰囲気いいですね。うん。最高だ、これ。めちゃくちゃいいじゃん。ほらほら、この森の中をね、探索するみたいな感じ。まあ、こっちはね、こっちでね、雰囲気いいんですけどね。うん。これはこれでまたいい感じなんですけどね。いやー、ははー、いいじゃないか、これ。めちゃくちゃいいじゃん。雰囲気出てる。ね。ちょっと上から見てみましょうかね、最後ね。まあ、こうしてみるとね、まだまだ、釣りスプレッダーね、もっとたくさん置いていきたいんだけども、っていう話で、まあ、ゼオライトと。いうことなんですけども、今回ね、またこんだけ手に入ったから、向こうの方ですね、あっちの方に行ったらたくさん手に入った。まだね、行ってない方にも多分まだまだあるはずなんですよ。こっちの方とかね、まだ探索行ってないんで、ですね、ゼオライトちょっとまた注意しながら見ていこうかなと思います。はい。というわけでね、今回ね、もう、さらにね、この木がね、生えてきたということでございました。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。